はようございます。今日から夏休みなのですが、上二人はね、課外があるのでお弁当を作っていきます。あきぽん休みかな今日は。最近キッチンにね巡ってくるようになりまして、シンクをね荒らすっていうか、シンクをめっちゃお散歩するのよ。こら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 、今日こそ100均であのトゲトゲを買ってこなきゃいけない。休みの日もゆっくり寝れない日。今日の予定は土曜日なので、あちゃぎんの習い事が水泳とダンス、ママはさきぽんのね個人面談が入ってるので、お昼前ぐらいに学校に行きます、さきぽんと。んでなんかぽんがね学校用のバッグを見たいって言ってるので、買い物して帰ってきます。何を作ろうとしているの私は。今日の卵焼きはちょっと甘いかな。卵焼きやばかったな。美味しそうすぎるじゃん。うん。それじゃないよ。ちょっとだけ二度寝しようかな。9時になってました。なんかちょっと寝ようって言って3時間ぐらい寝たってこと。ピー卵兄弟お塩オープンです。2分目、おはようございます。今日は、ね、なんでスイミングの泳力チェック、一応なんかテスト受けて、で合格したら次のバッジがもらえるってやつ。ねえ、なんで俺の携帯に昨日届いたひまわりが届きますね。こっちだね、粉しかない。いただきます。あ、そろそろこさないと。我が家、マイグラが細かくなってきたらこれでこします。うちだけかな、こんなのやってる。夏休みですよ、あなたたち。ブー！何して過ごしますか、毎日。ポケモン持ってきました。クイチがく。98、31。キンくん、クが始まりました。もう早めに覚えた方がいいと思う。夏休み中にクを全部覚えてしまおう。じゃあ、これは今日1の段します。目標ね。1が1、2が2、3が3、8が8、9が9。うわー、見て。はい、今シェリーさんが水遊びをしてここがびちょびちょになっております。うわ、うわ、ほらほらほら、手突っ込んでるのよね。なんで尻尾が冷たくなってるの。ねえシェリーさん、ねえシェリーさん、ラテはちゃんと飲んでるんだよね。シェリーさんが手突っ込んでる。うわ、ちょっと水浸しじゃん。そう。
ちゃってますね。濡らすのいいけど飛ばすのやめてほしい。確かに濡らすのはいい。やばいやばいやばい、時間がめっちゃやばい。間に合うか、11時から面談なのにさ、何もしてないよ。行きましょうかね。よし、じゃあね、頑張ってね。行きます。気をつけて。ポン、間に合うのか。やばいな、もう出たいんだけど。行ってきます。間に合うでしょうか。面談が終わって、リュックを見に来ました。今からちょっとハンズでね、見て、もしなかったらこっち、でもこっち先に見たら絶対こっちの方がいいっていうもんね。まずあっちにちょっと見てみようか。ノースフェイスとかみんな使ってるね、結構。ノースフェイス25,000円、いいお値段。こういうのがいいですか。ゲットしましたよ。さあ、セール品でいいの探すんだ、キポン。はい。リンくん、ただいま。ただいま。あ、そっか、リンたちもただいまだね。水泳の同じ子が、うん、プレゼントくれたんだ。プレゼントくれたんだ。うん。お、このポケットモンスタータオル。タオルだ。かわいい。大好きなポケモンの。あ、かわいい。クリアカップ。よかったね。終わり。ちょっと、早速入ってらっしゃるけど。とっても。なんでその下に潜ってんの、あなた。ひなでしょ。私の名前。そうそう。あれ買ってきたんだ。これがいい、これがいい、これがいい。青、うん、いいよ。え、青なの。日傘でもいいし、雨でも、どっちでも使える。わさ。閉じるときは、おお。本当は黒買いたかったんだけど、もう売り切れてて、あ、チャピーにあげるかな。こんなリュックを買いました。自分で見てね、好きなの買った方がいいと思って。今の学校は指定カバンっていうのがあったんだけど、今年からなんとね、自由になりまして。これなんかセリラテ2匹とも入りそうじゃない？入れよう。こんなカバンでーす。銀が絡むとめっちゃでかいけど、まあ、キポンが絡むとそれでもでかいです。もう毛ついてるよこれ、セリーの毛。この前買ってきたスティックのやつがなんか匂いが気に入らないって言ってた、キポン。自分でなんか好きな匂いのやつ見つけて買いましたね。新入りを紹介します、どうぞ。はじめろこです。取れた。ねえ、やだ。半端なんか四角いじゃん。オッケーオッケーオッケー、減らした減らした。でも筆箱変えるのさ、何年ぶりだろうね。それと今はシップスでセールが合ってるからって言って入ったのに、全然セールじゃない商品をゲットしました。はい、インソール。もうめっちゃ気持ちよかった、これ生地が。黒と白インソール2枚。お、これめっちゃかっこよかったんだよね。白のパラシュートパンツって言ってた。生地がね、さっさらのかっこいいです。これはこうじゃないんだけど、昨日だったかな、パパがね、ジム帰りに子供服屋さんに寄ってなんかセール品ゲットしてきました。パパセレクトジム服パンツ、なんかもうサラッサラして生地のパンツと黒シャツで、インナーにこれを着せてあったのかな。これもなんかちょっとね、重ね着風な、かわいい。あ、そうそう、今日さ、パパ荷物が多かったからさ、鍵を取り出そうと思ってひとまず荷物を床に置いて、うん、これをね、ほら上に置いたの、うん、で、走り出して、あ、ノーモーと思ったらさ、ないわけ、これがと思って無事にいたよ。
チャピがお友達にもらったのを開けます。やったー、うん、あーコップかわいい。あ、かわいい。え、すごい。え、あ、これ何？すごい。あー、かわいい。何入ってんの？あー、連絡お、まだなんか。まとまるくん。あ、お揃いだ。連絡帳の。よかったね。ありがとう。ありがとう。あ、何作ろう。鶏肉はあるんだけども、肉丼作っとこうかな。やばいやばい、帰ってくる前にやらなきゃいけないことがあるんだけど、これをね、まだ作ってないの。誕生日の準備、これをいない間にちょっと仕上げたいの私。今日は2人ともオレンジで、あら、何してんのに。はい、ご飯だよ。ゆねちゃん。ないよ。美味しい。こっち見てる。こっち見てる、だって。だってここで寝てた。この葉っぱ大好き。ここにお昼の残りの唐揚げがあります。唐揚げ好きくない。唐揚げ好きくない。そんな子供いるの？え、ちょっとママの唐揚げは好き。あら。ママのしか食べれない。そうやな、昼食ってたの。何をお飲みですか？スムージー。え、これ何？氷入れたの？うん、凍ってる果物？うん、あ、マジで美味しいよ。生きて、あんたこのいい匂い。ちょっと私の分も取っといて。自分で取っとけよ、取りたらで。今食べよう。うん、熱いで、プリップリ。うん、うん、お酒、お酒、お酒。顎が強くなりそう。背中じゃなくて歯磨きしたい。しかもこっちだし、開けるの。そうなんだよ、こうなっちゃうんだよ。机に置くときこうなるやん。そうそうそう、だから横に、横向きに置いてあげるように心掛けてる。かわいいって言うからな、どんなやつが来るのかな。かわいいやろ、だからこいつかよ。めっちゃかわいいやろ、この座った時に足なくなる。そう、制作の子分、こいつ。